Ushio? Did you find it? Are you that one? Yes, Ushio. ずっと探してたのか。うん。そっか。ウシオ、あのロボットな、見つからないかもしれない。仕方ないんだ。だから、また新しいの買おう。な。あれ一つだけだから。あ？売店にたくさん売ってたろう。選んでくれて、買ってくれたものだから。え？初めて、パパが。は？牛を。ん？寂しかったか？うん。俺なんかと。旅行できて楽しかったか？うん。うん。そっか。ウシオ、俺、そばにいていいかな？ずっと、長いこと、ダメなパパだったけどさ。これからは、ウシオのために頑張るから。だから、そばにいてもいいかな？うん。本当か？いてほしい。そっか。でも今日は大切なものなくしたから悲しい。うん。パパ。ん？あのね。うん。もうね、我慢しなくていい。さなえさんが言ってた。泣いていいのは、おトイレか、パパの胸の中だって。ママの話聞きたいか？うん。よし、じゃあこっち来い。そうだな、ママはないつだって泣いてるようなやつだった。最初会った時もさ、自信がなくて弱くて、学校の坂の下で突っ立ってたな。でな、その坂の下でなんて言ったと思う？目つぶってアンパンだって。それがママの癖だったんだ。食べたいものを声に出して、それで勇気を奮い立たせる。早苗さんはその頃仕事がすごく忙しくて、弁当を作ってやる時間がなかったらしい。無理すればなんとかなったかもしれないけど、ママの方が遠慮したそうだ。そういう人だったんだよ、ママは。それで、それでな、ママは、渚。なんだお前まで。悪かったな。
ちょっとママのこと思い出したんだ。よし、じゃあ話の続きだ。ママはな、その頃演劇をやりたがってたんだ。なぎさ、演劇って分かるか？見つけたよ。やっと見つけたんだ。俺にしか守れないもの、俺にしか守れないかけがえのないもの。それはここにあった。